水分を取らないとむくむじゃん。そうそう。から食べてて動いてて汗かいて水分取んなかったら太っていくわと思ったの。なるほど。排出だ排出。そうそうそう。からちゃんと水取っていけば意外に太んないんじゃないってやっぱり思ってますまだ。いや太ることは太ります。食べてるし。動いてるし。着きましたよ。おー、あー、 Thank you、 1個、はい、あとこれ豚肉、うん、1個、はい、あとこれもこれ豚肉、うん、1個、はい、であとこのこれ、はい、
ゃあ、はい、はい、で、あ、冷たい豆乳甘みありの小、うん、で、冷たい豆乳の甘くないの甘くないのこっちと1個ずついたすいたすいたすいた少ない、大丈夫少ない、大丈夫あったこれ、全部置くと全部置くと全部置くと上回ってたなんか、これは頼んでるじゃあ、その登場に来たゆりゃん、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 さっき言ってた、これ、パン入りパンって言ってるじゃあ、この玉入れる玉入れるか玉入れた、このパン入りパンパン入りパンこれ、これこれ、これ、これパリル、うん、はい、パリルだけでいきます、はい、今日写真館行って撮影するんですよ。すごいこうやって写真撮って、しかもこの後めちゃくちゃ加工してくるらしい。加工、そうそうめちゃくちゃ加工してくる、素敵すごい加工してくるらしい。毛穴とか全くない、いや素晴らしい、本来の自分に出会える。で、これに行って、で、この後は占いに行く。あ、そうだ、気になってるんですけど、占い。占いもいろいろあるんでね。今日はなんかこう、ちょっと変わった体験をするという一日で、そうですね、スケジュールを組んでいくので、もうこっからグラグラだけどね。しょうがない、写真撮ってね。ここで、おみくじ引いて、で、お参りして、で、これ昨日行った夜市なので、ここを、この昨日行こうとしていた、前日行こうとしたこの CD41 の方に行きたいと思います。イエーイ。シーフードがすごい、すごいよ、なんか魚とかエビとかすごい、うん、日本一なんだっていう、はーい、すごい、パン、パン、卵、きた、パン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 、や、これはすげえ、パン、パン、すごい、すごい、こちらはこれ長い、これが会員ファンの印刷されてるファン、インファン、インファン、すいません、これこれこれ邪魔、おう、どう、テーブルいっぱい来るから開けとけ、やったぜ、ないですか、じゃあちょっと行きますか、いただきます、いただきます、豆乳飲んでください。あれどっちが甘いんですか、そっちは甘いんだな、さするんだ、いただきます。え、こっちは甘いんだよ、これも甘い、え、嘘だ、え、なんか豆腐の、甘い豆腐飲んでるみたい、あ、めっちゃ甘いわ、え、これもまあまあ甘い、いや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 、えぇこの細長いパンをちょっと食べてみた、これはね、食べ、おすすめはこれをつけて食べるらしいね、へぇ、そのままにつけた方がいいかな、一旦素材の味を、これだけで、あ、あったかいんだ、あったかい、あ、味しないです、あー、すげえデブな味、ダイレクトに小麦粉と油の味するデブですね、半分に砂糖が欲しい、うん、あ、うまい、うん、うまいうまいうまい、うん、こっちの方が美味しい、これ食べます、食べて、これがチーズ入れだった、あ、そうだと思います、これがだから、にょんにょん、あ、カレー、うん、これですか、おいしい、うまい、何味だ、でも最初に小麦がきます、うん、ちょっとね、日本では食べない、あ、ほんと、うまい、食べるもんね、これ美味しい、これどうか、これこれ、何、どっちが出てきたっけ、一緒のやつ、一緒のやつ、これまで食べたくていたんだよね、いただきます、もうしょっぱい、なんか不思議な味、なんかこれは豆乳、あったかい豆乳にお酢を入れて、で、そうするとこう固まっておぼろ豆腐みたいな、はい、へー、パンかけます、
いよ、パンダは。まあ、単に可愛いですよ。それはそう。マリオ、マリオみたい。今にもスーパーチャンスです。食べたい。こっち食べない。めっちゃ美味しいな。あ、いただきます。これ塩コショウがめちゃくちゃ美味しい。食べづらい。完成かぶってすごい。でも、うん、これ外も美味しいです。うまいよね、外ね。しっかり味がちゃんとついてるから、うん、美味しい。ほんとだ、美味しい。これなんかすごい、なんかやっぱ落ち着くよ、うん、なんか日本っぽい味。外側がサクサクのやつで、卵とお肉が包まれている。これ食べやすいです。これより全然食べやすい。あの、これがハンバーガー。人気あるんだぞ、こいつ。普通のハンバーガー。なんかすごい日本の食卓にも出てきても全然不思議じゃない。そこじゃん。普通に日本食卓。でもなんか、買い食いして食べたいみたいな。なんか屋台とかの常連になってて、普通に美味しい。めっちゃあったかいこれ。あったかい。あ、確かに。なんかそれ日本っぽいですよね。マックの新メニューであっても全然違和感ない。塩コショウがすごい、いい。中の豚肉はめっちゃ味ちゃんとついてるから。そうですね、うまいですよね。私、豚肉食べたよ。え、マジで。うん、卵食べたら肉が出てるから。マジ、ちょっと近い。めちゃくちゃうまいわ。うわぁ、今から酸性カバーで殴られたい。うん、うん、ここがうまい。ここがうまいですよ。パリパリ。うちの穴がボコボコにされてんじゃん。打撃が。ちょっとなんかかなり微妙な。炭水化物に KO されたわ。うん、やばい、それなかった。ボリュームがありすぎ。やべえ、うまい。俺、でもいっぱい食べる男の人すごい好きそう。うん、なんか言うなれば焼きそばパンの究極体みたいな。あ、そうな。炭水化物、イン炭水化物の究極系って感じ。違和感はあるけど、確かにって思うわ、それの。ちょっと量多くない、やっぱり。言うて、我々パンを2つ追加してるけど、いらなかったの。この中にパン入ってる。このパンが我々4つ入ってますから。多分、赤いやつ美味しいと思うんですけど、あっちもマジで熱いですよ。本当だね。やばいでしょ。あ、めっちゃうまいわ。めっちゃ美味しそうなんだけど、熱くて食べれない。え、なんでだ。中に卵とベーコンが炒めたやつがダレットに入ってて、それに味付いたなんかふりかけみたいなの入ってて、なんか朝食全部別に食うのめんどくさかったから全部中に入れちゃいましたみたいな感じの味がする。あ、でも確かに合理的だわ。合理的、合理的。いや、でもなんか台湾ってこういうのがあって、へぇ、歴史にこういうの買って、で朝ごはんで食べるみたいなこと聞いたけど、でも確かにこれ1個で朝ごはん十分だ。確かにこれ見る限り全然そこら辺のことですもん。あんま熱くないよ。あ、すごい、なんか口の中の情報量が多いのこれ。そう、量が多い。多いっすね。そうっすね。全部なんか半分まで頑張りました。いや、これは頑張れる。これは頑張れる。うまい。確かに。まあ、持ち帰れるしみたいなとこあるけどな。あと長丁場なんだよ。長丁場。うん、あ、これうまいですよ。すげー、あのお母さん、マジでうちらどんだけ食うと思われてたんだ。お母さん、これいただけます。美味しいですよね。すごい笑顔になった。マジでやばい。めちゃくちゃうまい。後で追加したのこれだっけ。あ、感じかけ、なんかおかかみたいな。これはうまい。拍手喝采。はい、では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。